恒例のですね、2023年の世界10大リスクっていうはいですね。はい、これ毎年やってる。そうですね。はい、イアン・ブレマーがね。ユーラシアグループですね。はい。はい、もう僕、十何年やってますよね。はい、で、もう一回、まあ、特に日経新聞あたりが、うん提携してるので、うん、彼のところと。必ず、はい、直接聞く。もしくは、その、はい、もう最近は、やっぱ需要があるって分かってるんで、はいはい。その、ユーラシアグループ側がですね、はい、わざわざ日本語版まで、はい一応この要約版で走ってくるということですよ、はい。だからもう話題性もあるし、自分ところの、うん、まあ宣伝にもなるということで、はい、あえてこの重大リスク、完全に、はい、まあ、恒例行事化してるというか、はい。はい、いい宣伝材料だとして、日本語版も出しているということで、もしご興味ある方は、お読みいただければと思います。はい、世界重大リスクで日本語版っていうふうにやればもうすぐ出てきます。そうですね、で僕いくつか、はい、今回ですね、僕今ずっとこれ、もう本当この番組で音を通じて、ほぼ毎年、これ、はい、この地政学リスク、重大リスクの扱ってるんですけど、今回だいぶ変わったなと思うのがいくつかありました。まあ、ただ、去年のがめちゃくちゃ当たってんですよね。あ、そうですね。そうですね。はい、そうです。去年の本当すごい的中ロシアの、ね、してまして、はい。で、はい、今年もかなりこれ当たるんじゃないかという。はい、はい。まず、じゃあ、これ見てくださいよ、ということでさ、はい、出ましたね。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。で、その他にもいくつか、はい、まあ、リスクもどきみたいのがいくつかある話をしてるんですけど、はい、基本的にはこの10個ですよね。はい。で、僕が注目したのは、僕ちょっと赤でここを示しました。1位、2位と5位ですね。はい。はい。ここ見てくださいよ。ロシアと中国とイランじゃないですか。はい。で、これ世界の、今、アメリカにとっての、はい、まあ、三大ライバルというか、三大敵ですね。はい。うん、はい、まあ、エネミーというか、ライバルというか、コンペティターというか、まあ、それ人によってもちろん違うんですけど、うん、これ基本的にアメリカにとっての、まあ、三大戦略地域の、にある、そう適正国家ですね。はい。適正国家、適正国家って言うと、結構きつい表現ですけど、いやいやいやまあ、まあ、こうなってますよね。完全に適正っていうか、もう、反アメリカを歌ってる、はい、敵性国じゃないですか。で、アメリカ側ももう敵認定してる。そうですね。参加国ですよね。はい。その通りなんですけど、ここがしっかりその個別の国っていう状況では、この3つの国が、リスクの中に、世界にリスクを及ぼすっていうふうに来てるっていうのが、はいはい、非常に印象的ですよね、ここ。うん、はい。ロシアと、まあ、習近平って、まあ、一人個人で、まあ、名指ししてますけど、うん、まあ、ロシア、中国、イランですよ。はい、まず、ここが、いわゆるアメリカの地政学的な敵が、そのまま、リスクとして、はい、世界的な、まあ、これはアメリカのもちろんユーラシアグループから見てのっていうことなんですけど、はい、三大敵としてフォーカスされてきたっていうのが、非常に地政学の、やっぱ時代が来たなというか、はい、印象的な部分が、まずこれ1点目挙げられます。はいはい、で僕はその次にですね、はい、3位と9位ですね、ここはちょっと特筆してあげなきゃいけないなと思ったんですよ。はいはいはい、ユーラシアグループ基本的にはその国とかまあこういうちょっと経済的な話はやるんですけど、はい、意外に今回まあちょっとこの9位に入ってきたこの TikTok の Z 世代とか、はい、結構ね、社会寄りというか、うん、コンテクスト寄りですね、僕の言い、はい、方から言わせていただくと。うん、社会的な話というか、はい、世代の話とか、まあそういうところを少しですね、軍事安全保障だけじゃなくて、はい、そういう社会的文脈も入れてきたっていうのが今回一つの大きな特徴だと思ってます。はい、で、3位に入ってきたのがね、うん、大混乱生成兵器っていうんですけど、はい、僕ちょっとこれね、翻訳は違うと思ってるんですよ。うん、すいません、戦略系用語ちょっと出してください。はい、うん、この第3位に入ってきたのがですね、はい、大量混乱兵器って言うんですよ。なるほど。僕はこれ、大量混乱兵器と言った方が正しいと思います。はい、うん、ウェポン・オブ・マス・ディストラクションって有名じゃないですか、WMD。はい。はいはいはい、まあ、核兵器とかそういうもんじゃないですか。うん、ウェポン・オブ・マス・ディスラプションなんですよ、これ。はい。ディストラクションじゃなくて、ディストラプション。つまり混乱、うん、大量破壊兵器じゃなくて、大量混乱化兵器ってことになるのかな。これじゃあ具体的に何のことですか、はい、これね、AI なんですよ。ここでいや、AI はそうですよけど、AI の何なんですか？いや、AI 全般的なそういうアルゴリズムがっていうことらしいです。AI そのものが兵器だと。はい。その、起こしてるという。これからだからその AI による、なんかいろいろ分類みたいなものが、うん、非常に大きな、やばいことになる。いや、例えば、ドローン
だとか。あ、そう、ドローンもそうですね。あと、その、例えば、その、フェイクニュースを AI でバンバン出していくっていうこと。あ、そうですね。はい。そういうことだと思います。そういうことです。はい。はい、そうです。人工知能の技術的な進歩が社会的な信頼を失いと、デマゴーグや権威主義的に力を与え、はい、ビジネスや市場を混乱させてる。はい。やっぱり、アルゴリズムって言った方が、まあ、どちらかというといいかなと思うんですけど、はい、まあ、これも基本的には、その、あれじゃないですか、あの、AI で、まあ、作成されたという形ですよね。はい。ということなんです。これ入れてきたっていうのが、はい、まあすごいですね。で、あの、一応大量混乱兵器、混乱を作るっていうんですけど、こういうテクノロジーがここまで大きなフォーカスを与えられてて、しかも同じ WMD って付けられてるってことは、はい、これ核兵器並みのリスクがあるんだっていう認識なんですね。ユーラシアという、はい、ユーラシアグループにとっては。はい、僕はこれなかなかいい視点だなと思ったんですよ。はい、テクノロジーが、世界を、まあ、AI という形で、分断とか、混乱の方に、導いてるっていう認識ですよね。はい、これ僕なかなかすごくいい視点だなと思ったんですよ。テクノロジーの役割を相当プッシュしてきた。これ1点目です。2点目が、そのアルゴリズムにまあ関係したところといえばということなんですけど、第9位に入ってる、はい、TikTok な Z 世代です。はい、僕はね、これは、あの、いい話だなと思いました。これ、あの、世代の分断の話です。はい。で、ブレマー自身は、このユーラシアグループのその、レポートの中でやっぱ書いてるのはですね、Z 世代が、初めての、はい、グローバル化、要するにもうデジタルネイティブで生まれた時から携帯電話、スマホがあって、その彼らがいろいろ、あの、こう見てると、世界のその既存の我々の上の世代の全員の人間が嘘を800やってるっていうのを分かるっていうことで、すべてが可視化された状況なので、その政治的に圧力をかけることができるような世代が、デジタルネイティブであるがゆえに、力を持ってきた世代だっていうふうに見てるんですよね。はいはい。ただ僕は、これ別にその Z 世代の政治的圧力っていうのを、まあもちろん評価すべきだと思うんですけど、逆に言えば、これあのネット、例えばネット世代だと、Z 世代のこのネットしか動画サイトとしか見ないと、はい、逆に、あの、アホな人間が増えるというか、はい、な人間が増えたし、増えます。はい。あの、アルゴリズムに情報を支配されてる若い世代が逆に増えたんじゃないかなって思う。はい、なるほど。和田さんがちょっとこれ、あの、言ってたんですけど、和田さんちょっとその説明していただけますか？あの、何でしたっけ？適当ですか？YouTube による分断っていうか、まあ、そうですね。まあ、YouTube の動画自体は、まあ、全世代は割と見てるんですよ。で、そうですね。上の世代も。ところが、ショート動画になればなるほど、TikTok だとか、インスタリールとか、YouTube ショートとか、そういうのになると、はい、下の世代が非常に見るようになってるんですよね。なので、下の世代が見てるのを、うん、全く上の世代は見てないんですよ。ああ、要するに別の、そう別の分断が、本当 Z 世代の分断ができちゃってるんですよね。で、これはどういうことかというと、例えば、自民党は、参政党だとか、NHK 党がやってることが分かってないんですよ。あ、YouTube。自民党は、おっさんしかいなくて、はいはい、30、35歳以上の人たちのことしか、もう理解ができてないんですよ。だから、インスタリールとか、TikTok やってないわけですよ。で、参政党とか、NHK 党なんかは、そっちを理解してるので、そっちを攻めてるんですよ。っていう流れもあるわけですよ。だからもう本当にマーケティング問題で、ただ自民党がアホなのは、その下の世代で何が起こってるか全く分かってないんですよ。あ、それはありますね。完全な問題。そう、見えないっていうところありますよね。はい、まあ今の世代、動かしてる世代はまあそれだからいいけどっていうところで割り切れるのかもしれないんですけど、はいはい、これ問題は和田さんが言ってましたけど、何でしたっけ、スマホ世代の、YouTube、アルゴリズムによって支配されてるので、例えば今の人たちってテレビ見ないでしょ？見ないですね、はい。新聞読まないでしょ？うん。若い人ほど新聞もテレビも見ないんですよ。そうすると、共通した情報が、はい、うん、国民共通してたような情報がほとんどないんですよ。はい、で、うん、スマホは見るんですよね。で、ガラケーが出た時は、はい、この状態気づかなかったんですよ。そうですね、長いこと。ガラケーは、あの、そういうプラットフォームないですね。ところが、スマホになってしまうと、いろんな情報が来て、で、それが、そればっか見るんで、あの、自分が見ない情報は知らないって感じ。だから、例えば、いろんな情報を漁ってる YouTuber のヒカルくん、うん、
ていう方いらっしゃいますよね、有名な。もう大丈夫。彼は、岸田さんが首相だっての知らなかったんですよ。今の首相が岸田さんだっての知らなかったぐらいなんですよ。まあ、なので、いろんな情報を漁ってる人間でも、政治に興味なかったら、それがスルーできてしまうっていう時代になってるんですよ。いや、これね、皆さん気づかないんですよ。TikTok とか見たり、要は、この番組見てる人は、新聞読んだり、いろんなニュースを、こう、広く見れる方たちなので、そうですね。そういうことは分からないんですよ。ところが、30ぐらいまでの人間っていうのは、もう自分のスマホに出てくる情報が全てなので、それをずっと掘り下げていくだけなので、スマホのアルゴリズムで生かされてるわけですよ。はい。そうです。これは非常にでかい問題です。非常にでかい問題です。だから今の、人たちっていうのは、下手したら、安倍さんが、総理大臣と思ってるかもしれない。まあ、さすがに、暗殺されたというか、銃撃戦があったんで、それはニュースになってるんで、あれでしょうけど、その後誰がなってるんだっけっていうところまではいかないっていう状況になるくらい、本当に自分の好みの情報を、どんどん深掘りしていく形にしか出てこないというのが大きな流れなんですよ。レコメンド次第っていうところに行ってしまってると。これ、このブレマーの記事だと、はい、これによって、まあ、Z 世代が大きな力を持ってるってことなんですけど、はい、まあ、どちらかというとポジティブに捉えてるっぽいんですよね。はい、初のグローバル化された市民が、この、Z 世代の若者で、スマホを手に入れて SNS。はいはい、ただ、僕は逆に、本気でアホにさせられた世代っていうふうにもちょっと言えるのかなっていうふうに思ったんですよ。うん、はい、まさにその先ほどのその陰謀論の話とか、リッチな情報しか取ってこれないので、はい、もう一つ考えてるのは逆にこれ言えばですよ。うん、我々の世代は一応テレビ新聞とかで大手メディアをまあ中心にしてた、まあある程度こう偏ってたのかもしれないですけど、はい、そこを通じるって見ることによって、うん、国民、一応日本国民の情報空間の中なんですけど、うん、一応共有された情報っていうのを、うん、メディアみたいなもので、共有できたわけじゃないですか、一つの。うん、なんとなく、あ、今日は何があったよねとか、うん、ニュースセブンとか見れば、7時からのニュース見るとなるほどなって、今日のやっぱ大事なのはこれだよねってあったんですけど、その共有された、うん、なんていうんですかね、時代の雰囲気みたいなのが逆になくなってきちゃうのかなと、あまりにも個別化しちゃって情報が、うん、はいはいはい。が言えるかというふうに。ますよ。だから、ブレマーはどちらか、まあリスクっていうことでは、彼らがそのすごく、例えば、アディダスが、その自動労働とかさせられてるって、はい、運動をわーっと広げるっていうのが Z 世代の、まあリスクであり、力でありっていうところ、まあ結構肯定的に評価してる部分はあるのかなと思うんですけど、うん、僕は逆に、うん、完全にアホにさせられて、アルゴリズムによってアホにさせられてしまうという、はい、面では、非常にこうリスクをも、まさにリスクというか、かわいそうな世代とは、まあ、ちょっと言わないですけど、はい、相当厳しい情報統制をさせられてしまう、まあ、AI によってね。そうですね。させられてる世代でもあるのかなっていうふうに。そう、なりますね。まあ、自分から見に行かないものは一生見えないんですよね。そうそうそう、そう。今のスマホだとね。だから、我々世代だとテレビとか新聞とかラジオとか、それはあったので、全部目に入るし、勝手に来てたわけですよ。はい、だから、今の若い人たちっていうのは、例えば、サッカー興味ないやつはずっとサッカー興味ないんですよ。我々世代は、サッカーだとか、日本シリーズだとか、まあ、巨人がどうなったとか、ああいうのは、テレビでやるもんだから、うん、まあ、WBC もそうだけど、みんな興味があって、いけるんですけど、ね、メッシ、何それみたいな人たちが出てくると。ね、いう、その若い人たちの中では。そうですね。なんかそういうところがちょっと怖いなっていうところがありますね。そうですね。まあ、だから共通の認識がないし、世代間ギャップがますます激しくなっていくというところがあるというふうに思いますね。はい。ね、はい。というところが、まあちょっと今回、奥山さんが面白いなと思ったところですね。そうですね。この Z 世代についてどうするかっていうのが、ちょっと大きな問題じゃないかというところですね。で、これに関しては、ちょっと後ほどね、後半の方でも、ちょっと紅白歌合戦に関する話。あ、なるほどね。まあ、そうですね。やるっていうことで。やること。はい。
僕的にはこれ全部面白いなと思ったんですけど、この獣医の逼迫する水問題っていうのもあるんですけど。はい、ああ、ね、そうですね。これもなかなか、日本人は全然分かってないっていうか、うん、気づかないというか、はい、水が、やっぱ世界で足りなくなっていって、うん、飲める水が少なくて、まあ、石油のような値段になってるというね。はい、1リッターあたり200円だとかね。そういう水になってて、日本人はなかなか気づかないですよね、これね。水問題っていうのはね。はい。まあ今回で、まあ僕全般的に見て、いつもよりもなんかこう、しっくりくるものがありましたね。今年の方が。はいはい、はい、はい。まあもちろん危機の時代が迫ってるから、こういうリスク評価っていうのが、うん、威力を発揮するのかもしれないですけど、はい、AI を3位持ってきたところとかは、うん、なかなかウィアンブレマーセンスいいじゃんと思いましたよ、今回は。はい、そうですね。僕はすごく気に入ってます、このリスク評価。うん、はい、他の都市と比べて、僕に響くものがありましたね、安全保障経営戦。はい。